このアプリを見てくれる？また調子悪い。いいよ、うん、バイオレット信用して、あんたはおまけと違う。でも、もろおまけっぽいよ。まだまだ続くよ。ウルトラバイオレット&ブラックスコーピオン、バレないで大作戦。2月11日土曜日は一緒にトリプルアクセルする。日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送、ミラキュラスミラクルバレンタイン、ハッピーバレンタインデー。スタートは昼1時30分。ぶつかってみなきゃ。まずはバレンタインエピソードなどの恋のお話を7話連続で楽しもう。僕、君が危ない。そして夕方5時からガーディアンの正体を明かしてもらうとしようか。2話連続の新エピソード、マリネット・デュパンチェン。モナーク、マリネットが大ピンチ。やっと正体が分かった。さらになんと2人が一緒にいられて嬉しい。ミラキュラスミラクルバレンタイン、2月11日土曜日昼1時30分から4時間半。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。見せたいものが。何を見ろっていうの。まずは新エピソード、カーテンを止めなきゃ。2月4日土曜日朝11時から秘密結社ベネディクト団2話連続放送。追っ手が来る。今こそこの子の感じる力がいる。ついに事件の結末が。準備 OK。 目を覚ませ。そして映画は、私はベイマックス、あなたの健康を守ります。2月3日金曜日夜8時、ベイマックス。捕まえろ、バッテリーギル巨人だ。2月4日土曜日夜8時、ジャックと天空の巨人。ジャベル捕まって。諦めたくないんだ。鍛えてもらえたら俺勝てる。2月5日日曜日夜8時、サーフズアップ。ビッグ G みたいになるんだ。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。弱いなんて言わせない。悪者たちの家族が宣言する。この家族はヴィランを卒業してやるって。なんと今日から普通の家族に。みんな普通にしてろよ。パワーを使うたびに正体がバレる危険があるんだぞ。パワーを隠して暮らしていけるのか。お利口さん、おいで。バレービューのヴィランたち、新エピソード日曜日朝11時30分ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ウルトラバイオレット&ブラックスコーピオン、まだまだ続くよ。バレービューのヴィランたち、ディズニーチャンネル。ガーディアンの正体を明かしてもらうとしようか。11日土曜日は2つの新エピソード、マリネット・デュパンチェン。モナーク、マリネットが大ピンチ。やっと正体が分かった。そしてなんと2人が、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、新エピソード2話連続放送。11日土曜日夕方5時。あなたには知ってほしいことがあるの。私狼人間なの。どうして双子だって教えてくれなかったわけ。人間の世界と魔法の世界で育った双子。すごい。私についてきて。これは始まりに過ぎない。ドラゴンの印の秘密を追って。急いで運命に立ち向かえ。また冒険しに行く。そうでなくちゃ。新番組スーパーナチュラルアカデミー先行放送、2月11日土曜日夕方6時から2話連続。ディズニーチャンネルムービー、2匹のダルメシアンが授かった。生まれたわ。たくさんのワンちゃんたち。ツートン、ジュエル。しかし魔の手が忍び寄る。500ポンドでどうかしら。毛皮が大好きなファッションデザイナー、クルエラ。さあほら、おとり、子犬は一匹も売る気はないわ。おとりなさい。今夜仕事を片付けて。大変だ、街中のダルメシアンがさらわれた。子犬を殺す気なのよ。このままじゃみんな毛皮にされちゃう。見つけたぞ。皮を剥ぎ取ってやる。力を合わせてクルエラをやっつけろ。恐れるな、仲間はなんと101匹。101、11日土曜日夜8時。
ディズニーチャンネルムービー。元気いっぱいな女の子モリータ、よろしくね。ゴーストのスクラッチが親友に、はちゃめちゃコンビが大暴走、超楽しんで、さあ一緒にずっとも、モリーモリー盛り上がろう。じゃあね、ムカつくやつめ、ゴースト&モリー、土曜日と日曜日夕方5時、日曜日は新エピソード。またまた始まるよ、バレービューのヴィランたち、ディズニーチャンネル。